せーの、やあ、ともかほです。今日はリクエストの多かった質問コーナーを答えていきたいと思います。イエーイ。パキューキュー。今回はインスタグラムとツイッターで質問を募集させていただきました。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問に答えていきたいと思います。始まり始まり。喧嘩しますか？したら仲直りする方法を知りたいです。いつも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。喧嘩はよくするね。する。内容はね、ご飯を何食べるか。そう、夜ご飯を何食べるかでよく喧嘩します、うん、よく喧嘩するね。うん、お腹空いてるからイライラしてんだろうな。そう、イライラしてる、うん、仲直りする方法は？仲直りする方法は僕が謝る。そうでーす。それでカホも後からちゃんと謝ります。カホが10分後ぐらいに謝る。ちょっと間を置く、うん、それ大事。そう。何人と付き合ったことありますか？待って、すぐ、ちょっと待って。何年前のこととかも思い出せないよ。カホ抜きで4人。あ、そう、うん、5人目の女。カホは僕何人目の男？トモヤの、あ、トモヤが6人目の男。負けた。変わらんね。ね、変わらない。まあどうでもいいよ、昔のことは。どうでもいいね。マリオのように飛んでみてください。ピョーン。ピョーン。うん。ペアルックとかお互いで持ってるものはありますか？またそれはどこで買いますか？お揃いのものは2つあります。はい、1つが、この小物っていうブランドの腕時計、うん、これお互いにプレゼントし合ったやつ、ね、そう、なんかプラマイゼロだね。プラマイゼロ。もう一つがピノキオじゃなくて、鼻にいつもかけてる指輪。そう、つけてない。最近つけてないけど指輪。ほりかぶってるし、1年記念日の時に自分たちで買った。そう、自分たち。カホはカホの買って、トモはトモの買って買ったねっていう、ね、そう、やつやつ、うん、お財布事情教えてほしいです。同棲してて共有するものが多いから。お財布事情については今度動画にするのでお待ちあれ。お待ちあれ。何お待ちあれ。お待ちあれって。お待ちくださいってこと。わかった。カホちゃんとトモヤくんの身長を知りたいです。僕は身長この間測ったら 173.6。 ちょっと 6mm 伸びてた。すごいね、うん、カホは157ぐらい。157ってことは16センチ。すごいね。16って意外とあるよね。16センチ差です、ね、毎日これだけは決まってるっていうカップルルールはありますか？ありません。ありません。強いて言うなら、うん、お互い家事やったら、うん、ね、言う。発表し合う。今日何やった何やった、 それですごいねって言い合う、うん、そう。自分がやったこと自慢。そう。それでちゃんと褒めてもらう。そう、気づいてもらうんじゃなくて気づかせる。気づかせる。お、言う、ね、お互いにここは直してほしいところってありますか？僕は、うん、寝るときに斜めに寝ること。布団がさ、全部はさ、下に落ちるんだよ。布団にこだわるね。そう、だから僕は夜中起きて直してもう一回寝なきゃいけない。でも斜めが一番寝やすいんだもん。そうだよ。そうだよ。そうだよ。やだよ。なんだろう。何？なんかつけっぱなし系。電気つけっぱなし、うん、こたつつけっぱなし、鍵開けっぱなし。鍵あるよ。あるね。それで出てしまうところ、ね、心配。あの、田舎もんだから鍵閉める習慣なかった。あ、覚えて、頑張って、うん、頑張るわ。もらって一番嬉しかったプレゼントは何ですか？何ですか？僕は、あの、晴れのコート、しつけ糸がついてた。しつけ糸コート、ね、晴れのコート、そう、しつけ糸コート。かわいいもんね、あれ。うん、あれかわいい。色がめっちゃいいね。カホは、うん、初めての付き合って最初の誕生日にもらった、うん、あ、そうなんだ。お手紙。お手紙、うん、お手紙書かれた。お手紙書かれたよね。うん、それで読まれた。カホが読ませた。よく読んだっけ、うん、あ、そうだっけ。読んでって。で、カホ泣いたよね。うん。そういう日々もあったね。懐かしいね。最近5歳年上の彼氏ができました。でも同年代でないせいか、なんとなく気を使って本音を言えないことが結構あります。どうしたら気を使いすぎないで付き合っていけると思いますか？うん、難しいですね。難しいですね。どう？なんか僕が思ったのは、うん、そのなんか付き合う前に遊ぶとかデートするときに、うん、なんか飾らない自分を出せる人と付き合えばいいと思う、うん、
そもそもからそもそもなるほどね、最初からだってさ、なんかカッコつけた自分のまま付き合った人ってさ、うん、その後も多分ずっとカッコつけたままでいなきゃいけないじゃん。確かに。そう、だから多分無理なんだよ。がっかりされちゃうもんね。うん、そう。まああとあれか、時間じゃない？そうだね。たくさん会ってるうちに気使わなく、うん、気使わなくなるっていうか、慣れてくれば、慣れてくれば、ね、素が出せるんじゃない？素が出せるもん、ね、ですか？慣れだね、うん。お互いの異性関係とか浮気とか気になることありますか？ない。はい、ジブリ作品で一番何が好きですか？一番は魔女の宅急便が好きだけど、うん、他は、うん、トトロとナウシカと、うん、モノノケ姫と、うん、ラピュタが好き。うん、僕はあれ、千と千尋が一番好き。なんで？怖かった最初。千と千尋だけ小さい頃うちにビデオがあった。へえ、不思議だね。からめっちゃ見てた。おにぎりの中身って何派ですか？鮭。なんだろう、あ、なんだろう、鮭。鮭、僕なんだろうな、ちょっと考えさせてよ。おにぎりの具一番好き。何に悩む？なんだろう、いつも買うの。僕も鮭だよ、そんなん言ったら。ずるいよ、鮭って先に言ったの。言ったもん勝ちだよ。僕の方が鮭だよ。うめ、鮭じゃない、僕鮭だよ。最近ハマっている YouTuber さんは誰ですか？最近ハマってるのは、僕は誰だろう、タニアンとレオモンさん。あ、レオモンさんがめっちゃハマってる僕。レオモンさん知ってるかな、みんな見てほしい。ゲーム実況者の方なんだけど、もう喋りが上手すぎて面白いよね。めっちゃ面白い。しかも自分をそのゲームの企画でめちゃくちゃ追い込んでる。ストイックさ。始めるまでになんか何ヶ月もかけたりとかする。すごいよね。のがもうすごい感動した。感動する。うん、カホは、うん、粘土カイザースネイルさん。知らない。樹脂粘土でいろんなもの作ってるの。うん、結構工作系が好きだからさ、そうだね、そういうの見てもぼーっと見ちゃう。なんかよく見てるよね。見てる。よく飽きないなって思う僕。飽きないよ。工作系好き。あと僕はめっちゃ見るから、 YouTube をいっぱいここにポポポポって出しとく。最近ハマっているもの、こと。なんかある？うん、焼き芋。ああ、最近じゃないよそれ。ずっとじゃん。なんだろうな、最近ハマってることは、なんかある僕、最近ハマってること。最近ハマってることは、何にもないの？何にもないね。なんかある僕、見てて。何もない。わかんない。なんだろう。ママや趣味ないから。僕趣味ないんだよね。うん、これから探す。うん、ハマってるものは、今ないです。つまんない男です。ほんとね。二人の意見が食い違ったとき、どちらが折れますか？僕です。私じゃないです。完全に僕です。折れます。でもちゃんと話すよ。なんでかとかちゃんと話すよ。そうね。うん、いいの。いいの。お互いの一番好きなゲームは何ですか？テトリス。と、僕はキンハー。やってないじゃん、最近。最近やってない。二人が出会ったきっかけは何ですか？初めて会った時のエピソードとか聞きたいです。こちらが出会ったきっかけは大学のサークル、サークルの先輩と後輩。そう、僕がイモイモしながらサークル現れた、現れたサークルに。まあ、詳しくは今インスタでちょうど慣れ初め書いてるところなんで、ネタバレになっちゃうので。そうね、インスタの方をご覧くださいませ。ご覧あれ。どうしよう、たくさん質問が来た。どうしよう、たくさん質問したいことある。初の質問動画だし、せっかくなら記念になるような質問したいな。どうしよう、どうしよう、どれよ。うーむ、はっ。叩いてかぶってじゃんけんポンしてください。はい。これヘルメット、今日の選手です。せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン。よいしょ。叩いてかぶってじゃんけんポン。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。やられた。勝った。くそ。勝った。なんで？どうぞ。なんで？何に？何でかぶってんの？楽しかった。50メートル走何秒でしたか？僕はね、
中学の時が一番早かったよ、多分。何秒？6秒4とか5とか。すごっ。でも、いくつだったかな、カホ。まあ、8.0 から 8.9 の間。9秒ではない。ではない。ではない。うん。鮭